相模原市の魅力を紹介。今回は相模川ふれあい科学館アクアリウム相模原にクローズアップ。これを見たらあなたも相模原にぞっこん。始まるよ、ぞっこん相模原。相模原市を象徴する川、相模川。市内を貫く大動脈のような存在で、生活を支える重要な川です。相模川の生き物と触れ合い、楽しく学べるのが相模川ふれあい科学館アクアリウム相模原。相模川の自然に親しみ、守り育てる心を育む施設として昭和62年11月15日に開館。平成26年3月26日には人と川とのつながりや環境保護、人々の交流を促進するための機能を追加し、リニューアルオープンしました。それ以後、相模川に集い親しみ、楽しく学ぶ交流拠点として親しまれています。館内は4つのゾーンに分かれており、相模川の魅力をテーマごとにたっぷりと見ることができます。まずはエントランス導入ゾーン。相模川を代表する魚アユがエントランスでお出迎え。円柱形の水槽では、透き通る水の中でアユたちがまるで空を泳いでいるように見えます。続いては人ゾーン。屋外の湧水と小川のアクアリウムの水槽では、湧水から始まる相模川支流の水辺を再現。その他にも人ゾーンでは、水田の役割や魚道の目的、魚を守るための取り組みなど、相模川流域の豊かな自然の恵みを受けている私たちと川との関係をパネルやクイズで紹介しています。そして生命ゾーン。坂道お魚観察水槽はドーナツ型の水槽で、全方位からはもちろん、円の内側や真下からも観察できるので、魚が流れの中を泳ぐ様子や堰を越える様子を見ることができます。その他、生命ゾーンでは相模川流域に生息する多様な生き物をオリジナリティあふれる生態展示で紹介しています。そして最後は川ゾーン。流れのアクアリウムは相模川の水源から河口までの全長 113km を長さ 40m の大型の水槽で再現。流域で変わる生き物や環境を観察することで、川の多様性を実感することができます。人ゾーン、生命ゾーン、川ゾーン、それぞれに展示装置があり、楽しみながら相模川の生き物や自然を学ぶことができます。さらに大人気のイベントが、お魚にご飯。鯉はもちろん、アブラハやウグイなどの川魚に餌付け体験ができます。餌を食べる魚の様子をじっくり観察できるので、その臨場感をぜひ体験してみてください。さらに常設展示で紹介しきれない生き物の魅力や最新のトピックスをテーマとして、年に4回特別企画展を開催しています。12月10日から令和4年3月6日まではウーパールーパー展を開催。あの愛嬌たっぷりのウーパールーパーを、この機会にぜひご鑑賞ください。例年冬に行われているイベントが、アクアリウム相模原イルミネーション。高さ10メートルのもみの木と周辺の木々などを1万個を超える LED で飾り付け、建物前の水面にもきれいに映り込み、幻想的な世界を楽しむことができます。入館料は高校生以上の大人が450円、小中学生が150円、65歳以上の方が220円、幼児は無料となっています。また3回分の入館料で年間パスポートを購入することができ、ワークショップの割引もあって大変お得なんです。相模川の生き物と触れ合い、子どもから大人まで楽しく学べる相模川ふれあい科学館アクアリウム相模原、ぜひ一度見て触って体感しにお越しください。次回も相模原にぞっこん。